小湊鉄道線。小港鉄道線は、千葉県市原市の五井駅から、泉郡大滝町の上佐中野駅までを結ぶ、小湊鉄道の鉄道路線である。東京湾沿岸から、房総半島内陸部を結び、路線の大半が、市原市内に属する。非電化、単線の路線で、首都圏にありながら、駅舎や車両など古くからの雰囲気を残している。二千十八年には、 小港鉄道とその沿線の景観が千葉県により千葉文化遺産の一つ広域に選定された。踏切には電令式踏切警報器が残っている。また警報器、遮断器がない第四種踏切は51箇所残っている。ATS による自動閉塞式区間は5井駅かず宿駅間のみの路線全体の41.9%に限られている。 1990年代後半からの10年間で乗客が急減した。2000年代では多少減少幅が緩やかになったが、やはり乗客は減少傾向にある。合理化により、2000年以降では2002年に里見駅、2005年に上ズ山田駅が無人駅となった。2004年時点では自動券売機が設置されている駅はなかったが、曜日、 時間を限って営業をしていたカ佐村上駅、天有ア駅、カ佐三又駅、馬立駅の各駅が2013年に無人化された際に自動券売機が置かれた。2002年に一度無人駅となった里見駅は交換設備の使用再開に伴って再び駅員が配置され有人駅となった。駅係員の合理化が進む一方で車掌は全列車に乗務しており、 無人駅では各駅ごとに検察、修察を行い、無人駅から乗車券を持たずに乗車した旅客には、車内で、切符、パンチ式車内補充券を発売する。国土交通省関東運輸局の2005年、平成17年業務監査報告書によると、将来ワンマン運転を実施する計画としていた。平成26年度の業務監査実施結果及び、 監査所見に対する回答、2014年はワンマン運転の表記はない。養老渓谷駅カ佐中野駅間の板谷水道、トンネルは千葉県内の鉄道の最高地点になっている。運賃設定は2014年、平成26年11月時点で、10km、410円 40km、1410円と、一般的な地方ローカル施設と、 同レベルとなっている。なお、1日乗車券が1800円で、いすみ鉄道と共同で、小池駅カズ中野駅大原駅間が、片道のみ乗車でき、折り返し乗車は、不可、途中下車可能な、暴走横断乗車券が1700円で、発売されているほか、往復割引乗車券、1割引が、全駅間で設定されている。いすみ鉄道いすみ線との乗り換え駅であるカズ 中野駅では、両線の線路がつながっているが、相互乗り入れの話が出ても、旅客流道場も、相互乗り入れのメリットは、極めて薄いとされており、両社協に消極的であった。2009年に、いすみ鉄道社長に就任した、鳥塚良は、小港鉄道との乗り入れに、意欲的な姿勢を示している。平成26年度の業務監査実施結果及び、 監査所見に対する回答、2014年によれば、他鉄道事業者、路線との乗り継ぎ割引、直通運転はしていない。交通系、IC カードは導入されておらず、導入予定もないと回答している。バリアフリー法に基づき2020年までに、バリアフリー化を進める対象である利用者1日3000人以上の駅は存在しないが、路線中の11駅は、 段差が解消されており、5位駅に関しては、市原市バリアフリー基本構想を策定して、視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討している。また、障害者等の移動対象は、駅員が行うと回答している。当初は、安房郡小港町、現在の鴨川市の一部を目指して着工された。工事は第二本帝国陸軍鉄道連隊の、 鉄道敷設訓練の一環としての性格もあった。1917年、大正6年に会社を設立したが、建設資金調達に苦心し、捨てを頼り安田善次郎に出資を依頼するため、陳情団が東京を訪れる。安田は利益を上げる、見込みのないローカル線への出資を承諾し、1924年、大正13年には、 安田財閥の持ち株比率が6割を超える。安田財閥の資金をもとに、同年ゴールドウィン社より、蒸気機関車を2台、1号2号を購入、翌年の運転に備えた。この時購入した機関車は、1号車、宅本番号57,776、2号車、宅本番号57,777ともに、小港鉄道、五位駅保存、展示されている。 1925年、大正14年3月7日に、小井駅、里見駅間で開業。1926年、大正15年9月1日に、里見駅、月崎駅間。1928年、昭和3年5月16日に、上佐中野駅までの全線が開通した。上佐中野駅から、先の延伸工事、並びに終点として想定されていた、小港駅。 現在の安房小港駅付近に設置される予定だった近辺の工事も一部着手されていたが、資金難のため1929年、昭和4年5月頃に中止された。資金面の問題に加え、昭和初期の土木技術では、延伸区間の成長山付近で難工事が予想されたこと、加えて1934年、昭和9年に、上佐中野駅まで延伸した国鉄木原線。 現、いすみ鉄道いすみ線と接続して、房総半島の横断ができるようになったことから、最終的に延伸は断念された。1926年、大正15年時点には、従業員130名を抱え、蒸気機関車2台の他に、予備の機関車1台、客車6両、貨車19両の車両構成で、1日平均930人の乗降客があった。 太平洋戦争下の1942年、昭和17年12月、本鉄道は、京成電気軌道系列の企業となる。京成電鉄55年史には、本鉄道が、京成電気軌道系列に入ってきた、とされているが、安田保全社と、その関係事業士では、当局の要請により、仕方なく営業上とした、とされている。1963年、 昭和38年と1964年、昭和39年の夏には、国鉄千葉駅養老渓谷駅間の直通列車が運行された。千葉駅、五位駅間は当時非電化だった内房線、当時は房総再線の起動車に並結運転出た。全区間で平日ダイヤと土曜、休日ダイヤが異なる。運転頻度は、 五井駅カズサウ駅間で1時間あたりラッシュ時が2から3本、日中時間帯は1から2本。カズサウシク駅、里見駅、養老渓谷駅、カズ中野駅間は1日を通して1から2時間に1本程度である。五井駅カズサウ駅間の区間列車が半数以上を占め、養老渓谷駅、カズ中野駅を発着する列車は少ない。 特に、養老渓谷駅カズ中野駅間は2015年11月10日、改正ダイヤで、平日1日6往復、土曜、休日1日5往復で、千葉県内で、最も列車の本数の少ない区間である。日中時間帯は1から2両、朝夕ラッシュ時が2から4両で運転される。車両は、定期列車では、全て気派200型が使用される。駅佐宿駅間は、 千葉市、東京方面への通勤、通学客が多い。上ズ宿牛久駅、上ズ中野駅間は観光客が主な乗客である。養老渓谷でイベントが開催される時期や高崎の花火大会の際は増発、増欠がなされる。他のローカル鉄道と同じく貸切列車の運行にも応じている。歌声喫茶さを楽しんだシニア世代が車内で 生演奏に合わせて歌う、歌声列車は高齢化している。2015年11月15日からは、上ズサ駅シクエ警告駅間で、トロッコ列車、里山トロッコが運行されている。蒸気機関車を模した、ディーゼル機関車が、展望車2両を含む、トロッコ客車4両を牽引する。金曜日など、平日の指定運転日には1日に往復。 土休日に3往復設定されている。当期は運休。予約制で乗車券のほか500円の整理券が必要。小港鉄道線の近年の輸送実績を可表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報国土交通省鉄道局監修及び有価証券報告書より抜粋小港鉄道線の近年の収入実績を過表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修及び、有価証券報告書より抜粋。小港鉄道線の近年の営業成績を可表に、記す。表中、収入の単位は千円。数値は、年度での値。表中、 最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修及び、有価証券報告書より抜粋。五位駅和佐村上駅間の市原インターチェンジ付近と、 上佐村上駅やマー駅間の国分寺台地区に新駅を設置する構想がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。